インボークは、ハーマンカードンが開発したスマートスピーカー。マイクロソフトのパーソナルデジタルアシスタント、コルタナを搭載している。コルタナとの音声対話では、アラームの設定、事実、検索、天気、ニュース、交通や他のリアルタイム情報などの機能を提供する。加えて、スピーカーのコルタナと個人のマイクロソフトアカウントとの統合により、カレンダー、リマインダー、 通勤、予定表、特に、ホームオートメーション機能を利用できるようになる。Spotify、iHeart ラジオ及びチューンインからの音楽ストリーミングをサポートしており、Skype を利用した音声通話をサポートする最初のスマートスピーカーでもある。スピーカーの内部は7つの遠方階マイク、3つのウーファー3つのツイーター2つのパッシブラジエーター 4 0トの増幅器で構成されている。2016年12月、マイクロソフトは2017年に発売するコルタナ搭載のスマートスピーカーを開発するためハーマンカードンと提携すると発表し、デバイスのテーザー映像が YouTube で公開された。このデバイスは2017年10月2日に正式発表され、2017年10月22日にマイクロソフトストアや ベストバイなどの選定小売業者において199ドル95セントで購入できるようになった。ブラックフライデーのセールでは99ドルに値下げされた。ハーマンカードンのインボーク自体がスタンドアイロンの Bluetooth ワイヤレススピーカーとして機能し、オーディオストリーミング用に Spotify コネクトに対応している。家庭用オーディオ機器メーカーが製造するインボークはフルレンジ。 360度サウンド用の3つのウーファーと3つのツイーター及び小さな筐体で低音のパフォーマンスを助ける2つのパッシブラジエーターで構成されている。マイクロソフトのコルタナの搭載により、バーチャルアシスタント、音楽ストリーミング、ホームオートメーション、スカイプを通じた携帯、固定電話との着信、発信及びスカイプ同士の電話などのスマートスピーカーの機能が インボークに搭載されている。コルタナは、ウェイクワードの、ヘイコルタナを有かスピーカー上部の静電容量方式のタッチ面を3秒押し続けることで起動させることができる。コルタナは、その後 Windows 10, Windows 10モバイル、Windows phone 8.1、Xbox One、iOS、Android デバイスで操作するときと同じように、音声コマンドを通じて操作できる。 コルタナは個人のマイクロソフトアカウントと同期しているため、インボークはスマートフォンなどのユーザーが所有するコルタナ搭載のすべてのデバイス間の相互運用性を提供しており、アポイントメント、リマインダー、リスト、場所、ライフスタイルのおすすめ、交通、通勤、配送、フライト、アラーム、天気及びニューストピックなどのユーザーのコルタナノートブックと同期を可能にしている。 インボークはまた、ホームオートメーション、音楽ストリーミング及び他のモバイルアプリ統合などの機能を有効にするコルタナスキルキットにアクセスする。インボークはスカイプとの統合により、コルタナでハンズフリーの発信、受信ができる。コルタナを通してインボークはインスタイン、ネスト、スマートシングス、ウィンク及びフィリップスヒューなどのホームオートメーションプラットフォームに対応している。 2018年2月16日、マイクロソフトは接続ホームスキルに、イーコビー、ハネウェルリリック、ハネウェルトータルコネクトコンフォート、ラ l i ックス、TP リンクカサ及びゲイニが追加されたと発表した。i フトのサポートも同じく追加された初期のレビューでは、インボークのハイエンドのデザインと製造品質の両方、だけでなく、Amazon Echo や Google h o m などの競合製品と、 比べて優れている音質を称賛し、音楽の質を重視する人にとっては魅力的な選択肢だと述べた C ネットのモリー・プライスはインボークを Amazon エコーと Google ホームと比較し、イナウオックの金属のケース外装デザイン、スムーズな回転音量を操作、タッチパッドに言及し、ハイエンドを感じ、それは Amazon エコーや Google ホームよりも値段が高いスマートスピーカーにとっては吉報だと述べた。 彼女はまた、インボークの360度サウンドは、アマゾンのエコースピーカーよりも、より完全な低音とより、純粋な高音を提供していると気づいた。別の C ネット編集者のタイペンドルベリーは、イナボックとアレクサ対応のそのスワンを比較し、よく似合っていることが分かったが、各スピーカーは、長所と短所を有していたと述べた。インジットのデイビンドラ・ハードアは、インボクの音質を絶賛し、 素晴らしいと思う。特に、オーディオマニアにとってはよく合うものだとし、比較すると、インボークの音ははるかに豊かで微妙な差異があるが、エコーはチープで、フラットに聞こえると述べた。彼はまた以下のように述べインボークの高い製造品質を指摘した。製造品質において、非常に大きな違いがある。エコーは完全にプラスチックでできているが、イナウォックは、 より高級感があるメタリックのケースが特徴であり、プラスチックは底部周辺に少しあるだけだ。操作ダイヤルさエコーよりもかなりよく感じる。よりスムーズに回せられて、ハイエンドのオーディオギアの一部を操作していると感じると語った。ハードアはインボークのオーディオデバイスとしての成功を、ハーマンカードンのオーディオ機器業界における長年の歴史から信じた。両方のレビューはまた、 マイクロソフトのコルタナは、スキルセットの点で、他のアシスタントよりも遅れを取っていると言及したが、マイクロソフトとアマゾンのアレクサをコルタナへの統合と、その逆のコルタナをアレクサに統合する提携で、その不足は間もなく解決されると見られている。ありがとうございます。